皆さんこんにちは、マイスターです。今回もガンダム無双2のウッソ編の続きをやっていくよ。前回はアムロさんやシーブと一緒にウッソ君のはぐれた仲間を探してましたよね。本当ならウッソ君は一人で探したいみたいなこと考えてるんだけど、なかなか離れるきっかけがないんだよね。まあシーブックさんとかアムロさんは悪い人じゃないですから。それになんだかんだウッソ君の知り合い見つかったじゃないですか。確かに見つかりはしたけど、カテリナさんは仲間って感じじゃなかったよね。マイスターさんが知り合いを見つけたいって言ったんじゃないですか。僕が見つけたかったのは仲間なんだけど、まあいいや。それじゃ早速ミッションをやっていこう。今回のミッション内容はこんな感じだね。次の世代を託すべき未来の地球、その地球を滅ぼすことで再生の糸口を見つけ出そうとする者たちもいるという現実は受け入れられません。デビルガンダムを破壊しましょう。やっぱ他能量みたいなことを考えてる人もいるんですね。まあ人類がいなくなれば100年くらいで地球は再生するって話だから、こういう考えの人もいるのかもね。人類はいなくなってもデビルガンダムは残るんですけどね。なんかデビルガンダムが残った方が地球に悪い気がしてきたな。まあこのまま滅ぼされるわけにもいかないし、デビルガンダムを倒しに行こうか。そんなわけでやっていこう。今回のマップは結構狭めですね。狭い上に一周できる構造だから制圧が楽にできそうだね。まあ今回のミッションは制圧するのが目的じゃないから、あんまり意味ないといえば意味ないんだけど。でもどの道デビルガンダムが出てくるまで制圧しないといけませんから。というかそもそもデビルガンダムに勝てるんですか。前回でダメ攻撃も覚えたし、巨大モビルアーマーは敵じゃないって。それにこのミッションに来るまで僕も色々やってレベルも上がったしね。なんでそれを動画にしないんですか。キラ編で動画にしようかなって。絶対録画忘れてただけでしょ。そうとも言う。さてフィールドを制圧完了っと。レベルアップもそうですけど、だいぶブースガンダムに慣れたのか、サクサク制圧できてますね。てめえ、なんでお前がここに。どうやらこの戦いにもシャアが絡んでいるようだね。シャアは人類に失望してるって言っていましたけど、まさかデビルガンダムで地球を滅ぼそうとしてるなんて。シャアにとってはアッチズを落とすのと変わらないのかもね。こんな迷惑なことやめさせないと。というか絵巻が聞きましたけど、鉄海さんじゃないですか。もしかして海さんも突然戦争を通して人類に失望してしまったんじゃ。仮にそうならアムロさんの周り人類に失望したやつ多すぎない。だいぶ前にブライトさんも敵になってたよね。ブライトさんは息子が触れちゃいそうな気配がしたから失望しちゃったんじゃないですかね。それは人類に失望する案件じゃないよね。というか今回的に東方スパイもいるのか。なんか今まで以上に相手に絶景キャラクターがいますね。ただでさえこのミッションクリア条件がデビルガンダムなのに、その前にこいつらと戦わないといけないとか難易度高くないか。味方も多いですからトントンですよ。味方って今のところアムロさんとシーブックさんとロラン君しか見えないんだけど。逆に考えてください。味方が少なくて敵が多いということが、それだけ相手モビル数値のパーツが取りやすいってことですよ。いやまあそれはそうなんだけどさ。それにどうやらロラン君もいるみたいですし、これで100人引きですね。果たしてロラン君がどれだけ耐えれるのか。まあ僕は僕で目の前の敵を倒していこうか。なんか前回よりも敵の HP をゴリゴリ削れていますね。ウッソ君のレベルが上がったからチャージ攻撃の種類が増えて、削りやすい攻撃を使えるようになったからね。ストライクフリーダムだと最初から削りやすい攻撃がありましたけど、 V2 ガンダムはそういうのありませんでしたもんね。まあ V2 ガンダムはその代わり最初から広範囲を攻撃できるチャージ攻撃があるんだけどね。さて、ハヤトさん撃破っと。次はリネイだね。オラその機体のパーツ置いていて。これが噂に聞く妖怪パーツ狩りですか。やっと動画無駄にリネイ1とクエスキで分かれてるから集めるの大変なんだよ。まああんまり強くないからいいんだけどさ。さてとクバゼリアイも買ったし、このまま一気に削り切ってやるぜ。これはリネイ君を一瞬で倒せそうですね。あ、ちょっとリックディアスさん攻撃やめてくださいよ。せっかくのチャンスだったのに。相変わらず雑魚敵に邪魔されてますね。このゲーム雑魚敵の攻撃でもプレイヤーがひるむから、こういった時に結構ストレス感じるんだよね。これスキルとかでなんとかなるのかな。確かにヒルマなくなるみたいなスキルはありそうですね。ケロラン君何撃墜されそうになってるの。そりゃ一人で敵フィールドに放置されたら撃墜もされますよ。さすがにそうなったら引いてくれよ。まあ仕方ないから助けに行こう。そんなわけで救出に来ました。ロラン君が撃破される前に来れて本当に良かったですね。危うく仲間が一人減るところだったよ。邪魔をするか。聞こえ、この星でアリジーの地球の姿を再現する計画を。いや、お前がデビルガンダムで地球を再生しようとしてたんかい。勝手にシャアの計画みたいな感じで話してましたけど、まさか東方スパイの計画だったとは。まあよくよく考えるとシャア出てきてないから、さすがにシャアの計画じゃないよね。というか東方スパイの計画って僕の予想以上にエグい計画じゃない。やっぱ多能量的な計画かと思いましたけど、地球で再生させた自然を他の星に移すみたいなこと言ってますもんね。まさに地球を捨ててって感じだね。さすがにシャアもそこまではしないぞ。まあシャアの方が少しだけ優しいですよ。
多分そんなことされちゃうとさすがに地球も再生できないだろうし、これは真剣に戦っていった方がいいかもしれないな。そこは最初から真剣に戦ってくださいよ。さてまずは東方腐敗撃破。主犯者早速撃破されちゃったんですけど、これで終わってくれればいいんだけど、そういうわけにもいかないか。もうデビルガンダムは起動しちゃってるんですかね。さすがにデビルガンダムが無人ってことはなさそうだし、もしかしたら東方腐敗の他にまだ主犯者がいるのかもね。どれだけ地球を滅ぼしたい連中がいるんですか。残すはこのフィールドだけだね。ここまでデビルガンダムは出てきませんでしたけど、本当に出てくるんですかね。さすがにミッション説明に書いてあったから出てくるとは思うんだけどな。追ってくったね。デビルガンダムは初めて戦いますから、どんな攻撃をしてくるか見極めないとですね。僕もため攻撃を習得したからね。もう巨大モビルアーマーなんて敵じゃないよ。というか見たところデビルガンダムは動けないタイプの敵みたいだし、簡単に倒せるんじゃないか。動かないならため攻撃も当てやすいですし、削りが楽ですもんね。それにしてもデビルガンダム本体に全然隙が生まれないね。今までの巨大モビルアーマーなら1回は隙を見せてた時間帯なんですけどね。もしかしたら何かをしないと隙が生まれない生まれないとか、そういうパターンの敵なのかもしれませんね。ちょっとスタンするとか聞いてないんですけど、さすがにずっとデビルガンダムの周りに張り付いてちゃいけないってことか。そこまで甘い敵じゃないってことですね。あのこれもしかしてデビルガンダムの周りのガンダムヘッドを攻撃しないと隙が生まれなかったりします。そういえばガンダムヘッドには隙がありましたし、本体の前に破壊しないといけないのかもしれませんね。それじゃ早速破壊してみようか。お隙が生まれてるじゃん。やっぱりこういう感じだったのか。これでようやくデビルガンダムに有効打を与える方法がわかりましたね。少し面倒だけど、これなら割と楽に戦えそうだね。あと一息ってところまで来ましたね。さすがに戦い方に気がつくまでに HP を削られすぎちゃったのが痛かったね。でもガンダムヘッドに対してはダメージを入れれるようになったし、慎重に戦えば倒せるんじゃないかな。いや慎重にって言ったか、断定で食らってますけど、どういうことだってばよ。ゆっくりやってたらロランくんがやられちゃいましたね。そういえばロランくん序盤で撃墜されそうになってたもんね。まあでもこれで戦い方が分かったし、次は余裕だよ。条件ちゃんと確認してないのか。マジでどうなってるんだよ。めちゃくちゃ仲間がやられてますね。このゲームの NPC すごい敵に突っ込んでいくから、デビルガンダムの周りに張り付いて離れないんだよね。だからすごい撃破されるんだよ。それじゃどうすればいいんですか。僕は何回もリトライすることでこの問題の解決策を見つけてしまったのさ。その解決策というと、それは仲間を連れてこないことだ。思ってた発展と全然違うんですけど。まあ現状仲間は足手まとい以外の何者でもないからね。でも連れてこないって NPC に指示はできません。指導するんですか。そこは簡単だよ。今までは敵フィールドを全部制圧してたから、仲間がデビルガンダムのところに来てたんだ。でもいくつかフィールドを残すことで NPC はそこに行ってくれるんだよ。これで悲劇間流し。かつてここまで戦いに関係ないところで頭を使ったプレイヤーがいたでしょうか。これでデビルガンダムとの1対1だ。そして僕はデビルガンダムに関しても攻略法を編み出しているのさ。ほうほう。その技こそ、ガンダムヘッドを全部 HP ミリにする作戦だ。技なのか作戦なのかどっちかにしてもらっていいですか。でもそれ何の意味があるんですか。デビルガンダムはガンダムヘッドを破壊すると1回ダウンするんだけど、ダウンしても残ったガンダムヘッドの HP は必須なんだよ。つまりガンダムヘッドを何個も破壊ギリギリの状態にすることによって、デビルガンダムを完全に無力化できるわけだ。思ったよりも使えそうな技ですね。私はてっきりガンダムヘッドを破壊してダウンしたデビルガンダムを攻撃しまくりとか言い出すのかと思いましたよ。いやーそれも試したんだけど、デビルガンダムは HP が少なくなると攻撃が激しくなるから、なかなかガンダムヘッドを攻撃させてくれなくなるんだよ。なるほど。僕の頭脳プレイにデビルガンダムもタジタジだね。さてそろそろいい頃合いかな。それで反撃開始だ。まずは一つ破壊。ここで半分くらい削りたいところですね。いくらガンダムヘッドを用意しても削れないと元も子もないからね。
扇全然削れないじゃんとか思ってたけど最後のビームで一気に削れたな。パーツが集まって扇ゲージが回復になったおかげで扇のビームが照射になってダメージが上がりましたよね。ちょっとした変化だけど巨大モビルアーマーだけじゃなくて普通の敵も扇1回で倒せるようになったのは大きいよねと、そんな話をしている間に HP もあと少し。さすがに今回のダウンでは削りきれなかったか。でも次のダウンで倒せそうですね。動けない巨大モビルアーマーは哀れだな。ずっとそうやって攻撃されればいい。まさかここまで作戦がハマるとは。デビルガンダム撃破。これで地球の平和は保たれたね。想像以上に苦戦しましたね。まあほとんど仲間のせいでしたけど。まあでもこれで本当に巨大モビルアーマーは敵じゃなくなった感じがするね。戦い方が分かればってところですね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。